こんにちは。こんにちは。タリメアート野口修と高橋美希です。よろしくお願いします。ということで始まりました野口修のスイーツ町会第22回目でございます。22弾です。で今回もセブンイレブンでございます。セブンイレブンです。はい。ってことで早速。はいはいはい、早速。あ、なんか言いたそうです。剥がしちゃったんだけど、セブンイレブンですよって言いたかったんです。すいません。はい、こっち剥がしちゃった。はい。はい、では、早速、商品の、はい、紹介をしたいと思います。まず、ミキサーの方。あ、こっち。はい。焦がしキャラメルの、キャラメルとリンゴの隠し山椒でございます。うん、おー、覚えたじゃん、イエーイ。焦がしキャラメルと。どういう味をねえ、ドキドキ。これね、コラボ商品みたいです。テレビ番組とも、コラボ。そう、ちなみに何の、ね、あれです。日曜夜7時 TBS 系の、坂上&指原のつぶれない店。見てない。私も見てないんですけどね。見てない。まあ、夜7時ってなるとなかなかちょっとお家にいないことが多くて見てないんですが、でもなんかそれでなんかこがけんさんが出てるかなんかみたいで、それとのコラボ商品だそうです。はい、ぜひ見てみてください。番組のコラボが多いですから、ね、そう、セブンは多いですよね。この間もあのドラマとの、ね、コラボ商品でしたね。うんうん、あの、はい、ってことで、税込み、値段も言いましたね。あ、こっちね、値段の方は300円。税込み300円でございます。まあコラボ商品ですからね、はい、なんかでもすごいね、高級そうな感じです。リッチな感じ、楽しみです。そして、僕の方でしょうかね、はい、僕風の方が、黒蜜、うん、きなこ、おいしそう、ババロア。はい、ババロアです。黒蜜きなこババロア、セブンイレブン商品です。今回は私がババロアが食べたいとリクエストをします、ね、なんでババロアが良かったの？ちょっとババロアやってないかなと。あ、まあ確かにババロアってと、まあ、美味しそうですよね。あとね、作業所の給食のデザートに結構よく出る、ババロア出てる。へー、そっかそっか。抹茶ババロア、美味しそう。まあ、どういう味するか楽しみです。はい、これは黒蜜きな粉だからまたちょっとね、大人な感じかもしれないね。きな粉自体の味があんまりわからない。あ、わからないか。そっかそっか。ね、よく感想ちゃんといるかどうかちょっとねえ、楽しみ、不安ですけども。いやいや、要チェック、頑張りたいと思います。はい、で、僕の、値段、税込み値段の方が278円。そうです。黒蜜きなこババロが278円ですね。おいしそうよ、どっちも。では早速いただきましょうか。どっちかいきますか。もう空いてるからね、こっちからいきましょうか。空いてるか、空いてるよ。では、僕からいただきたいと思います。はーい、レッツゴー。上がクリームなんだな、きっと。美味しそう。クリームのなんだ。に黒蜜がかかって、きな粉もかかってますよ。あー、美味しそう。どうでしょう。うん、絶対美味しいやつだ。セブンイレブン、私この商品初めて見た気がするけど、でも新商品ではないですね、うん、あ、なんかきな粉はあんこの味とちょっと似てます。あー、そうね、和風の感じがね。そうです。はい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 。で、クリームもちゃんと味もする、うん、お、クリームの味もしっかりする、はい、黒蜜は、黒蜜はちょっと分かんない。おお、なるほどなるほど。きな粉は、うん、ちょっとあんこの味とちょっと似てるなって感じはしました。はい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 。黒蜜はちょっと分かんない。黒蜜はでも
割と特殊な味するかもしれないから何かに例えるのは難しいかもしれない、ね、そう、うんうん、あ、そうか、はい、どうですか、美味しいですか。結構美味しいです。おー、いいですね。マカロはね、さあ、じゃあちょっとこっちも開けてみたいと思います。ででん、すごいね、おしゃれなんですよこれ。よいしょ、ちょっと見えるかな。ほら、上がなんかキャラメルソースみたいな感じになっていて、すごいナッツかな、ナッツとチョコかな、すごくおしゃれな感じです。焦がしキャラメルとリンゴの隠し山椒ということで、山椒、はい、山椒ってね、あの薬味っていうのかな、なんかお料理とかにね使うイメージですけれど、山椒スイーツと一緒になるとどうなるのか。そう、ジャパニーズペッパーっていうんですって、英語だと。へー、ジャパニーズペッパー、ペッパー、胡椒の仲間になるのかな。よいしょ。でちなみにキャラメルと思い出すと、僕プリン紹介した時に、キャラメルの味がするって言ってましたけど、ちょっとミキさんのちょっとあれを担おうかなと思って。何、あの食レポを担おうかな。見習う、ああ、おお、どういうこと。あのちょっとはい、まず修行が足りないなって言われたんで。どういう、本当そうだね。結構で終わった後にミキさんに言われる。そんなことない。いやいや、あ、まあ確かにね、まあ、反省会まではしないですけど、うん、ね。まあそんなことがあって、うん、はい、まあ、キャラメルって言った時にちょっと思い出して、うん、ああ、そうだね。え、そうね、そうなんだよね。まあ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 、まあ、いや、どんどん上手になってるとはね思いますけどね、はい、ね、どんどんさらにね、さらに上を目指して、上を目指して、よし、え、日本の食レポお願いします。日本の食レポお願いしますプレッシャーですけど、まあまあ、でもプレッシャーかける、あ、かけてるわけではないではなくてね言い方がちょっといいよ、大丈夫だよ。すごいね、これね、1、2、3、4層になってます。どこら辺が山椒なんだろう。ちょっと行ってきていいか、はい、ほら、4層って面白い、なんだこれ、ね、なんだこれって感じだよね。何これ、楽しみです。いきますよ、お願いします。いただきます。ちょっと最初上の2層いきたいと思います。あー、すごい美味しそう。すごいキャラメルが濃厚そうですね。いただきます。うん、ちょっと想像以上に焦がし感が強い。焦がし、焦げてる、うん、焦げてるか、美味しい、あの香ばしい感じ、あのいい意味でね。3層目は何だろう。3層目到達。うん、なんかね、3分目は白いところなんですけど、白いところはね、あれです、酸っぱい感じ。へぇ、うん、酸味があります。酸っぱい、美味しい、うん、酸味があります。ちょっと4層目まで到達したいね、これは。来ました。なんだ、なんだこれは。うん、一番下が多分ね山椒だと思う。ちょっと桃みたいな味もする。あ、違う、リンゴか。リンゴ、リンゴのね、隠し山椒だもんね。一番下がリンゴなんだ。もうすごい複雑な味です。へえ、面白い。これはぜひね、4層一緒に食べた方が美味しいし、多分一番下がリンゴのペー、なんていうの、ペーストというか、そうそう、あのジュレというかと山椒に、山椒がちょっと入ってる感じ。うん、しんしん。ちなみに山椒の意味があんまり、そうだよね、山椒を知らないんだもんね山椒、まあ、でも胡椒みたいなもん。胡椒、うん、そう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 、山に胡椒の椒って書いて山椒なんだ。いや、まあ、あんまり かけないからね。まあ、胡椒ね、
あ、胡椒かけない。あんま好きじゃない。胡椒かけてるようだけど、塩、塩、あ、それ塩か。塩？関係ない。あ、先生結構しっかり山椒の味もします。でも、あの焦がしキャラメルの香ばしさもあるから、すごいね、大人なスイーツな感じでね、これ美味しいです。キャラメルの味をちゃんとします、うん、一番上だからね、キャラメル、うん、面白い。なるほど、ぜひ試していただきたい、ね、うん、僕もね、もっともっと食レポをいきたいと思います。頑張ろうね。はい、はい、っていう、あの、まあ、今、あの、ね、今年あと、あ、そうだね、あの、来るのがあと3回、あと2回じゃん、2回か、2回、うん、16日、23日が最終日なんで、はい、来週と再来週とだね、あと2回、あと2回なんです。はい、もう2021年も終わりますね、終わりますよ、師走、忙しい時期だとは思いますが、皆さんも体にはお気をつけて駆け抜けていきましょう。ちょっとあのね、来週はあのちょっとまだ考えてないですけど、うん、再来週はちょっとクリスマス、はい、ああ確かに、そうですね、クリスマスメニューにしようかな、ねえ、何かあるといいね、スイーツがね、ちょっとね、ちょっと一日早いんですけど、まあそうだね、まあ最終日ってことで、はい、メリークリスマスもやれるといい、やれるといい、いいなと思います。はい、ってことで、うん、皆さんもね、ぜひこの2つの商品をぜひ買って食べてみてください、うん、美味しいです。あとちなみにテレビも見てみたら、私も見てみたいなって思います。な、坂上&指原のつぶれない店、7時からです、7時、日曜日の7時から TBS 系だそうです。 TBS 系、はい、それもチェックをいただければなと思います。ってことで今日はこれで締めたいと思います。はい、トリプルアート野口修斗、高橋美希でした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。